パウロ。パウロ。65年は、初期キリスト教の首都であり、新約聖書の著者の一人。はじめは、イエスの信徒を迫害していたが、改心して、キリスト教徒となり、キリスト教発展の基礎を作った。ユダヤ名でサウロ、とも呼ばれる。古代ローマの俗州キリキアの州とタルソス、今のトルコ中南部、メルスイン県のタルスス生まれのユダヤ人。 サウロはユダヤ名ヘブライ語であり、ギリシア語名ではパウロスとなる。現代ギリシャ語ではパブロス。彼は首都として召されたローマ一、一と述べており、日本正教会では教会スラブ語を反映してパウェルと呼ばれる。正教会ではパウロを主座ザ首都との呼称をもって数形する。聖人であり、その記念日はペトロと共に6月29日、ユリウス歴を使用する。 聖教会では7月12日に相当である。聖教会やカトリック教会はパウロを使徒と呼んで、数敬するが、イエス死後に信仰の道に入ってきたため、イエスの時期で死ではなく、最後の晩餐に連なった十二使徒の中には数えられない。パウロはギリシャ語とヘブライ語を話すことができた。新約聖書の使徒行伝によれば、パウロの職業はテント職人で、 生まれつきのローマ市民権保持者でもあった。ベニア民族のユダヤ人でもともとファリサイ派に属し、エルサレムにて巧妙なラビであるがマリエル一世、ファリサイ派の著名な学者ヒレルの孫のもとで学んだ。パウロはそこでキリスト教徒たちと出会う。熱心なユダヤ教徒の立場から、はじめはキリスト教徒を迫害する側についていた。ステファノを殺すことにも賛成していた。 ダマスコへの途上において、サウロ、サウロ、なぜ、私を迫害するのかと、天からの光と共に、イエス・キリストの声を聞いた。その後、目が見えなくなった。アナニアというキリスト教徒が神のお告げによって、サウロのために祈ると、サウロの目から、鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。こうして、パウロ、サウロは、キリスト教徒となった。この経験は、 サウロの改心と言われ、紀元三十四年頃のこととされる。一般的な絵画表現では、イエスの幻を見て馬から落ちるパウロの姿が、久しれることが多い。その後、かつて散々迫害していた人たちに受け入れられるまでに、ユダヤ人たちから何度も激しく拒絶され、命を狙われたが、やがて、アンティオキアを拠点として小アジア、マケドニアなど、ローマ帝国領内へおもき、 街道、シナゴーグを拠点にしながら、バルナバやテモテ、マルコといった弟子や協力者と共に布教活動を行った。復活の奇跡を行ったこともある。特に違法人に伝道したことが重要である。首都行伝によれば三回の伝道旅行を行った後、エルサレムで捕獲され、裁判のためローマに送られた。伝承によれば、皇帝、ネロの時六十年代後半に、 ローマで殉教したとされる。またローマからスペインにまで、伝道旅行をしたとの伝承もある。パウロ書館には、新約聖書中、ローマの信徒への手紙、コリントの信徒への手紙1、コリントの信徒への手紙2、ガラテヤの信徒への手紙、フィリピの信徒への手紙、テサロニケの信徒の手紙1、フィレモンへの手紙がある。なお伝統的に、 パウロ書簡とされる、ヘブライ人への手紙は近代までパウロの手によるとされて、いたが、そもそも匿名の手紙であり、今日では、高台の筆者によるものとする見方が指示されている。男性の優位性を主張し、結婚は苦難を招くと説いた。結婚は、性的誤りをなくすためにあると説いた。パウロにおいては、罪の意識が非常に強いことがまず指摘できる。彼は、 心の欲する善を行うことができずに、かえって心の欲せざる、悪をなしてしまうことに悩んだ。そのため彼の思想では、人間の無力さが強調される。このような人間は、自力では救われることがないために、神の恩寵によってしか救われるないし、パウロは、イエスの死こそ、神の自己犠牲であると考える。この神の自己犠牲によって人間は、罪から解放されるのであり、これを信じ、 イエスの教えを実践することで新しい生を迎えることができるという。この新しい生は物質性を捨て人類史から神の世界に逃れることではない。このことは初期恐怖、例えばエレナイオスにおいて、クノーシス主義の特異端の教説に対する批判の中で明確に表される。彼によれば人類の救済史とはあくまでその本来的な物質性から神の導きによって、 より工事の霊性を獲得していく過程である。そしてこのような立場に立つとき、物質的な現実世界は矛盾と不幸に満ちている、不完全なものとして相対化されていくのである。だが同時にこの物質的世界こそが神の救済死の舞台であり、神の現存し、働きかける場である。パウロの政治思想としては、受動的服従が知られる。ウォーリンによれば、パウロや、 初期の教会指導者たちが政治権力への服従を繰り返し述べていることは、この時代のキリスト教徒に政治秩序への鋭い対立意識があったことを物語っているという。事実66年にはユダヤ戦争70年が起き、112年から115年にもユダヤ人が放棄し、135年にもバル国場の乱が起きている。パウロによれば、 この世の権威は神によらないものはなく、従ってこれを受け入れなくてはならない。パウロは政治的権威に対して負う義務と宗教的権威に対するそれを区別した。しかしそれは政治的忠誠心と宗教的忠誠心を完全に分離したものであると主張したわけではない。彼は政治秩序を神の説理の中に位置づけ、当時のキリスト教徒が 政治秩序のキリスト教的理解に基づいて受け入れるよう促した。パウロは教会と国家を分離し、国家に対するキリスト教の服従を徳が従うべき対象として皇帝ではなく神によって認められた権威を挙げている。パウロはローマ帝国の支配を無条件に肯定しているとも言われる。またパウロは自分の手で働くことを推奨しているが、これは 古典古代の労働観に反する。古典古代においては労働は奴隷がするもので、自由人は、勘家、スコレイにあることを誇りとしていい。アリストテレスは、幸福は、勘家、スコレイに損すると考えられる。と述べており、ハンナアーレントによれば、アリストテレスは、全体として必要に従属している人族を人間と、呼ぶことを埋めなかった。パウロは復活の教えに固執した。 もし死人の復活がないなら、キリストも蘇らなかったことになり、それを蘇らせたと言っている私たちは神に背く、偽証人ということになるため、すべての人の中で最も憐れむべき存在になるとまで、語った。パウロは、アテネに滞在した際にエピクロス派やストア派の哲学者、数人と論じ合っている。哲学を、虚しい騙し事と批判したこともある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。